演舞開演。どうも、本日はこちら商標登録聖護院八つ橋を食べたいと思います。はい、中を開けるとこんな感じですね。これは焼き八つ橋ですね。焼き八つ橋って焼きと生があって、焼きの方が歴史はあるんですけど、今は生の方が人気ということです。おお、その八つ橋についての歴史がここに書かれているようですね。こういうのってお勉強になりそうでいいですね。ま、自分は京都旅行のためにガイドさんから聞いたのをかじっただけ、そのままかじってるだけですけどね。はい、ご対面。おお、まるで屋根瓦みたいな感じもしますね。では中身を、中身っていうわけでもないですね、これは。ではいただきます。こういうのがいわゆる ASMR なんでしょうか。以前食べた生八つ橋とはやっぱり食感が違いますね。生八つ橋がお餅だとするなら、これはおせんべいといった感じでしょうか。まあどちらもお米からできたと言われていますから、それは当然なのかもしれませんね。で、噛んだ瞬間にシナモンの甘苦さが口の中にふわっと広がってきて、まあ、そのカリッとした音も、まあ、そのままより飲みやすくはなりますね。与えてくれてとっても美味しかったです。やっぱり八つ橋はシナモンが主流なのかな。いろいろバリエーションもあるみたいですけど。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると嬉しいです。演舞閉演。この方の方はクリックをお願いします。